はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2022年2月の4日金曜日、現在時刻が20時41分です。週末を迎えております。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。それでは今日のマーケットを見ていきたいと思いますが、まず本日の東京株式市場、日経平均株価、今日反発いたしました。日経平均株価198円高 0.73% 上昇いたしました。終わり値は 27,439円で今週の取引を終えました。トピックスも反発いたしました。 10.64 ポイント上昇、 0.55% の上げでした。4日の東京株式市場、日経平均株価ですが反発いたしました。今日は午前中はあまり動きがなかったんですけども、午後から値傘株の一角に買いが集まりまして、日経平均株価指数を押し上げました。また今ですね、企業の決算発表が相次いでるんですけども、高決算を発表した銘柄には買いが集まるという状況も続いております。昨夜のアメリカ株式市場なんですけども、ナスダック総合指数がですね 3.7% を下げたんですけども、引け後にですね、ネット通販の大手のアマゾンがですね、決算を発表いたしました。でこちらのですね、決算の内容が良かったということもありまして、時間外取引でアマゾンの株価、そしてナスダックの総合指数の方もですね、上昇いたしました。まあ、その影響もありまして、東京市場ではですね、値傘の半導体関連やグロース株、成長株などですね、買われました。また週末を控えているというところもありまして、持ち高調整の買い戻しも入りまして、日経平均株価午後に、ね、上げ幅を拡大する場面がありました。ヨーロッパの中央銀行なんですけども、主要の中銀がですね、今金融引き締めに向かうという観測がですね、朝方は広がっておりまして、売りが優勢となったんですけども、ただですね、高決算を発表した銘柄には買いが集まる状況が続いているというところ、そしてですね、政府なんですけれども、来週にもですね、新型コロナウイルスの水際対策の緩和措置に関する方針を示すということが伝わりまして、空運株や鉄道株などに、ね、買いが集まりました。今日の東証一部ですけれども、売買代金がですね、3兆3078億円、売買高は13億5765万株でした。東証一部の値上がり銘柄数は1482銘柄、値下がりは619銘柄でしたね。変わらずは82銘柄という状況でございました。それでは昨夜のアメリカ株式市場の方なんですけれども、こちらニューヨークダウはですね、518ドル安と、ね、大きく下がりましたね。 1.45% の下落でした。でナスダックがですね、538ポイント安 3.74 ポイント安とですね、大きくね下がったんですけども、引け後にですね、アマゾンが決算を発表いたしました。それによってですね、時間外取引でですね、値を戻す動きとなりましたね。アマゾンですけれども 98% の増益ということですね。これ四半期決算、でここでまあリビアンの上場、これは電気自動車ですね、リビアンの上場益計上でということで、この大きな増益となっているというところなんですけれども、まあ、その影響もありましてですね、株価の方がですね、こちらはヒートマップになりますけれども、アマゾンの株価なんですが、時間内はですね 7.8% と下落していたんですけれども、その後ですね、引け後に上昇するというふうな展開となりました。でこちら現在ナスダックは538ポイント安だったんですけども、先物の方がですね75ポイント高と今ね、値を戻してきているという状況となっておりますね。そしてアマゾンのこの決算の内容なんですけれども、3日に発表したアマゾンですけども、2021年の10月から12月期の決算の売上高が前年同期と、ね、9% 増ということでした。1374億1200万ドル、これが約15兆7900億円という大きい金額ですね。で純利益が 98% 増の143億2300万ドルということですね。で2021年11月に上場した、新興の電気自動車のメーカーのリビアンですけれども、こちらが、ね、株式の評価益を計上したことで過去最高益を更新したという流れとなりましたね。アマゾンですね。でアマゾンですけれども、2021年の10月から12月期にリビアン株の上場に伴う株式の評価益ですね、こちらが118億ドルということで営業外収益に計上しておりました。
3日の米国市場の時間外取引アマゾン株ですけども、終わりに 10% を、ね、超える上昇となっているというところですね。このアマゾンの好決算がですね、まあ、相場を引っ張っている感じですね。一昨日はあの旧フェイスブックメタが決算を発表して、まあ、こちらの数字が悪かったのでですね、昨日は売られる形となったんですけども、まあ、その後、本日の今朝発表されましたアマゾンの決算は良かったという状況となっております。それではですね、今度は仮想通貨のを見ていきたいと思いますが、仮想通貨は今日は堅調に動いております。20時46分現在ですが、ビットコインの価格は$37,883と$37,000を、ね、回復しておりますね。イーサリアムは$2,832とイーサリアムも$2,800を回復しております。これを円建てで見ていきますとですね、ビットコインの価格ですが435万1000円と 4.03% 大きく上昇しております。イーサリアムは32万5000円ということですね。こちらはイーサリアムは 8.89% とですね、大きな上昇となっております。今日はですね、堅調に推移している仮想通貨市場ですけども、ヘッドラインニュースがね入ってきております。こちらですね、任天堂ですね、日本の任天堂ですけども、古川代表取締役社長がですね、メタバースに対するね見解をね語っておりました。ゲーム大企業の任天堂の古川代表社長ですけれども、メタバース仮想空間に対する見解を、ね、語っておりました。大きな可能性は感じるが、今後大事にしている驚きや楽しみを利用者に提供できるかは考慮しなくてはならないという発言でしたね。でメタバースに関する今後の計画について、それ以上は語らなかったということですね。で任天堂ですけれども、3日にですね、こちらが決算を発表したんですけども、その後ですね、同日開いた会見でですね、古川代表がですね、その時はこれ古川で、その時のものということですね。で任天堂ですけども、業績においては半導体不足との課題を抱えているんですけども、今後ねメタバースを導入した新しいゲームと競争もしていかなくてはならないというね、見方がね広がっているというところですね。まあ、このメタバースとこのゲームというのは非常に相性がいいというところもありますので、当然やっぱりですね、任天堂もこのメタバースの空間にですね、今後ね何らかのこう形で仕掛けてくるとは思われますのでね、まあ、そういう戦略をね、まあ、待ちたいなと思いますね。でその他のニュースを見ていきたいと思いますが、こちらはロシアですね。ロシアの財務大臣が銀行にも仮想通貨取引を提供する認可をということでね、こういう、ね、ニュースが入ってきております。銀行ロシアなんですけども、これ財務大臣の方がですね語っているんですけども、これ首相にね伝えたようですね。これが禁止ではなく規制することで暗号資産仮想通貨を認可すべきだという財務省の考えを伝えたということで、これ現地メディアが、ね、報じているということですね。仮想通貨取引サービスを提供する企業に導入することなどを提案しているということで、銀行にも同様の認可を与えるべきだと主張しているそうですね。で一方、認可を得ていない事業には罰則を設けるなど、規制を法整備する必要があることも伝えているということを言っておりました。でロシアなんですけども、これまでですね、中央銀行が、国内でですね、仮想通貨の取引やマイニングを禁止するといった、ね、意向であるのに対して、政府はこれまで禁止ではなく規制をした上で仮想通貨を許可すべきだという立場を示してきたというところですね。で政府の意向通り、これ規制が整備したら、新しいルールが作られればですね、仮想通貨も正式に禁止者として認められることになるということですね。まあ、今このロシアですけれども、政府とですね、中央銀行がちょっとこう意見が違っているというところもありますので、まあ、政府の意向が通ればですね、この仮想通貨市場にとってはいい追い風となるんじゃないかなというふうに、ね、期待しております。それでは、ね、仮想通貨の、ね、現在の価格を、ね、見ていきましょう。20時50分現在ですが、ビットコインの価格は$37,883というですね、イーサリアムは$2,832ということですね。では円建てでの価格帯を見ていきましょう。ビットコインですが435万1000円、 4.03% の上昇となっております。イーサリアムは32万5000円ということですね、 8.89% の大きな上昇ですね。イーサリアム
バイナンスコインが 4.95% 上昇、カルダナエダは 4.06% 上昇、ソラーナ 10.03% とソラーナ2桁の上昇となっております。リップルは 3.74% 上昇、 XRP 70円に乗ってきてましたね。テラ、ベナは 6.89% 上昇しております。ポルカドット 5.89% 上昇ですね。ドジコイン 2.98% 上昇、アバランチェ 7.99% 上昇、ポリゴン 6.07% 上昇、コスモス 12.34% 上昇と、コスモスも2桁の大きな上昇です。ライトコイン 5.54% 上昇、ライトコインは 12,935 円という価格となっております。トロン 8.07% 上昇、トロンも大きい上昇ですね。アルゴランド 4.01% 上昇、ビットコインキャッシュ 4.78% 上昇、ビットコインキャッシュは 32,961 円となっております。ステラルーム 4.45% 上昇、ステラは22円という価格となっております。イーサレムクラシック 9.50% 上昇、3267円、イーサレムクラシック大きい上昇ですね、 9.57% を上げております。テゾス 1.13% 上昇、テゾスは444円という価格となっております。今日は堅調ですね。大きく上げている銘柄もたくさんありますね。2桁の超えている銘柄も多々ありますね。シンボル 3.08% 上昇、シンボルは20円です。ネム 5.54% 上昇、ネムは12円という価格ですね、上昇しております。クアンタム 12.87% 上昇、766円ですね。クアンタム 12% という、ね、大きな上昇を示しております。そして IOST 8.98% 上昇、 IOST 3.07 円ですね。 IOST 3円台に乗っております。 8.98% と大きく上げております IOST ですね。そしてそうですね、リスク 4.91% 上昇、リスクは192円ですね。 4.91% リスクが大きく上昇しております。時価総額100位までを見てみますか。今日はですね、緑ばかりして、しかもですね、結構2桁の上昇を示している銘柄も多いということでですね、仮想通貨市場このようにですね、ヒートマップは緑となっておりますね。堅調でございます。今一旦のそこからの戻しかなというところですね。今夜はですね、アメリカの方で注目の米雇用統計の発表などもありますので、ここら辺の、ね、数字を見てですね、また投資慎重に、ね、検討していただければと思います。はい、以上本日は2022年2月の4日金曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それでは皆さん、良い週末をお過ごしくださいませ。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。